今回の展示が弊社の SPS という樹脂に関する展示になります。でこちらの SPS という樹脂なんですけども、汎用のポリスチレン樹脂の立体構造を制御してやることによって結晶性を持たせた樹脂になります。ですので従来ポリスチレンが持っている軽量性、あと耐火水分解性、それから電気絶縁性などのですね、優れた特性に加えまして、結晶化することによって耐熱性であったり、それから耐薬品性を付与したエンプラになります。でまたエンプラの中でも最も軽い部類の樹脂になりますので、そういった軽量性もこの SPS という樹脂の大きな特徴になります。先ほど申し上げました通り、非常にエンプラの中でも最も軽い樹脂になりますので、お客様に使用いただいた場合には製品や部品の軽量化、またカーボンフットプリント等ですね、 CO2 排出の削減にも貢献できるというふうに考えております。こちらの SPS という樹脂なんですけれども、弊社の方で25年以上にわたって供給をしております。で特にですね、車載の、自動車関係の部品であったり、それから家電や日用品の内部部品に使用いただいてます。で特に車載部品であればコネクタなどでは非常に多く採用いただいてまして、非常に多くのコネクタメーカー様に弊社の SPS 樹脂を使っていただいてます。ただ最近ですね、非常に身近なところでも採用いただいてまして、例えば食器であったり、それから本日も着てますけども、こういった T シャツの繊維などにも SPS 樹脂を使用いただいておりまして、これから皆様のもっと身近なところにお目にかかれるようになればなというふうに考えております。